オロチマルコの歯は必ず潰してあげるわ。数年後、焼肉屋でバイトしてるについて読者の反応集をご紹介します。それでは本編どうぞ。悲しいなぁ。間接的にイザナミ食らってしまったからな。ええ、草なんやこれ。焼肉屋でバイト始めたんやで。木梨七代目火影の結婚に祝辞を述べた模様。いろいろで済ませてええんか？ただの良い人やんけ。これどこまでマジなん？全部、絶対嘘だわ。悪質な子らはやめろ。さすがに草、無罪なん？研究所のおっさんやろ。フリーターなん？スパイ中やろ。作画班のアドリブ提起。いろいろありすぎなんだよなぁ。保護者丸。ただいま料理をお持ち丸。兜とか何してるん？マザーの石継いで孤児院やっとたはずやで。そうなのか。序盤強キャラだったけどインフレで後半振り落とされてたからな。死んでんのかなと思ってた。終盤も強キャラどころかオロチマル取り込んで千人モード使える壊れキャラになったんやで。そうだっけか？サスケにボコられてたような記憶が。殺しても死なないし話がいや。結局全忍者を救った英雄気だから多少はね。しかしなぜバイトを？オロチマルは殺すなり幽閉するなりすべきだけど、こいつの実態って結局何なのかわかんないんだよな。カブトもサスケもなぜか許されたし多少はね。今までネガティブな感情ばっかの世界だったのにみんな完全に毒抜けてるのはなぁ。そうしとかないと先人の作家よろしく延々と連載させられちゃうからね。しょうがないね。なお続編本人書いてないけど、野党法も野党法やろ。ただのいい人とかしてて草。有名な子らやん。三月もすでに千人モード使えるというヤバさ。どの面下げて表に出てきたのか。オロチマルの野望って何やったんや？不死みたいなもんやし。多分岸本はいろいろ考えててオロチマルもそれなりの考えがあったみたいにしたかったんやろうけど特になかったな。すべての忍術を極めることやろ。この葉の里円形でなんだバカ野郎と叫ぶこの葉丸のお祝いのビデオレターのお祝いの言葉を収録する大和から NG サインが出て取り留め、焼肉屋の店員になって長寿の注文に普通に受け答え大和の監視付き篠の忍中に怯えて逃げ回る。この葉の里のゆるキャラを追いかけ回す大和の監視付きラーメン屋一楽の前で指をくわえて立ち止まる ATC。わえ？すっごい純朴でいい人そう。これがスノオロチマルなんだな。この歯崩してた頃と違いすぎる。オロチマルいろいろあったけど焼肉屋でバイトしてます。魔女の宅急便かな。序盤出てきた時はラスボス臭漂わせてたけどいつの間にかモブキャラ一歩手前になってたよな。オロチマルのギャグ会は笑った。カブトの潔癖症にドン引きして汗垂らしてたり結構可愛いとこあったよな。すべては声がクジラのせいでネタキャラ化したと言ってもいい。優しい世界も行き過ぎるとイライラするんやな。オロチマルとサスケが普通に折れるのってあかんやろ。コネコネのクソ。サスケは言うても里外でずっと忍び世界のため任務こなしているからな。正直敵の中でオロチマルが一番好き。倫理観おかしなるで。こんなんオロチマルやない。ナルトとサスケが全力で潰してもこいつはどっかからニョロニョロ出てくるのは想像つくけどもっとこう扱いをさ。オロチマルの開発が素晴らしいから矢で利用価値があるから研究させ続けてるんや。正直オロチマルとカブトは敵に回られても厄介だからそら買い殺しよ。オロチマルってたとえどんだけ利用価値あるとしてもいろいろやりすぎでこの派としては殺しとかなあかんと思うんやが。三人の中では一番強キャラ感あったな。元暁だし。オロチマルっていまいち強さわからんわ。中盤に入ってクソ弱いかと思ったら強いし。しぶとい意味では最強だと思う。強いやろ。両手封印されとったからサスケに負けたけど。このハマルはオロチマルのことどう思ってるんや。メタ的にサスケを処分できないからこいつとカブトもナーナーで許された感ある。こいつの下のあんこはもっと強くあってほしかった。卑劣って江戸転した時言ってたのに普通にオロチマルに縛られてたよな。でもオロチマルって言うほど悪いことしてないよな。こいつって三代目殺したんじゃなかったっけ？三代目火影殺害といろんな人間拉致して実験材料にしたのだけは許されるべきやないやろ。即刻死刑にすべき。五影のうち二人も殺してるとか大罪人やろ。断蔵の方か悪いことしてるしな。断蔵と並んで火の石を継いだ真のこの葉の忍者やぞ。
オロチマルはまあ歴代ホカゲイド天使だから許されてもええけど、カブトはあかんやろ。カブトって中盤で適当に殺されるタイプのキャラかと思ったら、まさかの大立ち回りやったな。ジライアが保護した子供ってオロチマルの言う通り殺してたらどうなってたんやろか。オロチマルが三人最強やろ。一つ二つって言いながら江戸天の勘を蹴出してた時が全盛期だったな。どうやって風影殺したんやろ。カブトこの葉は僕が許されるほど甘くないでしょ。その後罪を重ね戦争犯罪人になったのに許された模様。オロチマルが一時的味方になった時の謎の安心感、終盤は急に綱手やジライアより頼りになる感じが出てて、くさてか綱手が有能だった試しがない。たとえ強キャラとやっても犬死にはしなそうだからな。少女漫画のオカマポジションと同じ謎の強キャラ感を手に入れてしまったせい。結局オロチマルってこの葉の里の何が嫌だったの。ジライアに振られた腹いせやで。なんか自分じゃなくて港を四代目にしてからグレたんじゃなかったっけ。オロチマルがギャグキャラになるの本当クソ。2部途中までの話は何やったんや。ナルトはボスがナルトに浄化される物語だぞ。シュールラブか。サスケは若かったからレボリューションも理解できるけど、こいつは許したらあかんやつやろ。最終的にナルトとオロチマルが戦ったらナルトがボコれるくらいインフレしたん。してないで、オロチマルは死なないからね。オロチマルとカブトとかいう決闘大正義の中で努力研究&努力で最強格に上り詰めたガチ有能指定。声からして悪人や四天院とか無理やろ。革命に失敗した学生運動家みたいやな。くさ、ホカゲなんてクソ呼ばか以外ややしないわ。からの忍びの神に褒めていただき光栄です。これはこれは私の最も尊敬するホカゲ千住扉。まこいつあんまりホカゲ嫌いやないやろ。まあオロチマルおらんかったら最後勝てないからセーフやろ。綱手とかもう80ぐらいやろ。想像再生を使いまくってるんやから、そろそろ死ねや。寿命を縮めるとは何だったのか。千住一族やから生命力に溢れとるんやろ。細胞食って取り入れたマダラもえげついくらい長生きしたし、千住の細胞的に長生きなんやろ。腐っても柱間の孫やからな。あれ、活湯分離体の寿命を縮めてるのであって、一度の使用に限界はあるけど、活湯本体が死なない限り綱での寿命は減らないぞ。桜が最初使ってた時は活湯と本契約してなかったから寿命削ってた。オロチマルって封印しない限りマジで死なないんか。よく考えたらヤバすぎやろ。本体封印しても他人の受印から復活する。この設定壊れすぎない。柱間細胞でさえ宿主に利用されっぱなしだったのに乗っ取りはえげつないわ。しかも置いたら体交換すればいいしな。不死身よ。オロチマルがこの葉崩しの時点で江戸天の本来の使い方していたら物語が終わっていた事実。ナルトが圧力かけてるからみんな表向きは仲良くしてるだけやぞ。オロチマルとかこの葉が許しても他里が許さんレベルやろ。この葉文句あんの。他里ないです。このくらいのパワーバランスやろ。やっぱホカゲって卑劣だわ。でも雲隠れも日向誘拐とかしてる畜生やし、対抗できそうな砂の里は狼楽済みやしな。二代目風影はまだら柱間扉間のいるこの葉に強気やったぞ。強気勝てるとは言ってないだから。言うてもナルト短期でいけるやろ。サスケも里一つぐらいいけるやろし。ナルトとサスケだけで世界滅ぼせるし、しゃあないわ。みんなおとなしくなるわ。砂とかクソ雑魚やろ。一番対抗できそうなのは雲隠れちゃうか。この葉ってあんま描写ないけど相当な峡谷だよな。ナルトサスケがアラが死んだらまた火種起こりそうやな。史上最強級が二人もおるからな。オロチマル全人格備える。まあさすがのオロチマルも死人復活させる術の用途が最高効率の自爆テロなんて発想にまでは至らんかったんやろ。実は全部演技で戦力を着々と溜め込んでる説。オロチマルがおかしくなったのは、両親が戦争で死んでから信じてた三代目が四代目に選んでくれなかったので切れて禁術抜け人。結局憎しみを乗り越えるというより、強者が力で抑えつければ平和って話になったな。サスケもナルトに負けて屈服しただけやろ。憎しみの連鎖を断ち切るためやからな。みんな許したんや。オロチマルの前科殺人外観誘致内乱罪要件やん。秋道長座を許すな。ナルトは実は断層以上に関係が真っ黒なホカゲだな。サスケはともかく S 級犯罪者のオロチマルとカブトをかくまってるくらいだからな。
暁の連中すらこの葉に入れそうだな。一番ボスとしての風格があったのはオロチマル。ベジータみたいなもんやろ、殺しまくってたけど改心した。オロチマルって三代目がしっかり世話しとけば闇落ちしなかったやろ。違法な研究もほっとかれたから拗ねて始めたみたいなもんやし、オロチマルは江戸天やした方が儲かるのにな。伝説の三人がお茶出してくれるのは草。皆さんは、オロチマルこの葉は必ず潰してあげるわ。数年後、焼肉屋でバイトしてるについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。